続きまして大阪府はえのちゃんがいただきました。やるげつの皆さん、こんばんは。突然ですが、皆さんは初対面の方に実際の年齢より上に見られますか、下に見られますか。なお、どちらに思われた方が嬉しいですか。私はメイクをしなかったら小学生と思われるのに、化粧したら23歳の方に24歳と間違われる高2です。嬉しいことなのか悲しいことなのか分かりません。皆さんは動画の女子、大人びた女子、どっちが好きですか。熱く討論してくださいってことです。化粧がだいぶ濃いんやろな、この子はな。かもしれないですね。大人っぽいメイクをね。だいたいこの世界の人って若く見られる。若く見えますよね。そうですよ。どうって、大阪がすげえ若く見えるもんな。そうですね。ね、はあ、さんまさんなんか超若いですもんね。これ、よく昔から言われてるんですけど、うん、もう30年前に役場にいただろってこと、よく言われるんですよ。だからもう年齢もずっと不詳で、うん、若っと、うん、まあ若く見えると、うん、30わかんないですけど5とかぐらいでも見えるし、うん、じゃあもう45ぐらいでも全然見えるし、そう、ね、っていうのを総合すると興味がないから。俺にって、はい、俺に、うん、想像しいね。はい、別にどっちでもっていうのはあるらしいですけど。え、実際おいくつですか。41です。あ、若く見えます。若く見える、若く見える。まあそうやな。でもだんだん興味なくなってくる、うん、どっちが。毎回聞くかもな。おいくつですかって。やっぱ興味ねえなこいつ。でもなんかこうドキュメントとかやってて、なんとかの匠、俺45で46の世代から、はい、だいたいそんなもんやね、なんか匠とかって言われてる、はいはいはい、40何歳とかって、うん、もうだいぶ小さいねんな。そうなんですよ。本当に小さいんですよね。周りですか。あ、周り、はい、うん、そうそうそう、もうだいぶやで。そんなに。浜口さんはもう化け物級に若い方や。めちゃくちゃ若いですね。46。この前なんか事件で捕まってた人と同い年やって、その人がもうジジイやったから。この人とかみたいな感じで見てて、苦労してんやろな。苦労して捕まったよな。この業界の人は若いですもんね、本当にね。見られるっていうのを意識してるんですかね。かな、ね、うん、でもなんか最近その SNS とかインスタとか流行ってて、うん、その30代の人でも結構の自分の顔とか載せたりとか、はい、載せられたりするから、結構若返ってるっていうのもあるし、そうなんや、うん、いろんなところで見られるから、そっか。でもどっちもです、どっちもできるのいいですよね、うん、その若くも見られたり、うん、大人っぽくも見られるって偏見自在だから、うん、でもメイクでしょ。まあメイク、あ、僕、え、何ですか。あ、30だっけ。そうです、30の。わ、これはめちゃくちゃ若く見える。若いね、若い、また綺麗な。おばちゃんか。また綺麗だな、お兄ちゃん。おばちゃんの言い方ね。なんかやってるな、お人形さんみたいな。そんなね、若く見える方が好きっていう男性とか、大人っぽく見えるような方が好きっていう男性にも、どっちにも結構今後もモテるそうだから、うんうんうん、いいじゃないですかね、この子。うん、なるほどね。別にね、うん、写真見たいな、その子の。あ、そうですね。ね、写真に読んでるな。小学生に見えるってすごいですよね。ほんまやな。うん、うん、へえ、だいたいもうこの世界の人は若く、そう見られてしまいますよ。でもなんかその聞いた話によると、うん、今の例えばじゃあ30の人は、うん、はい、昔でいうとこの20歳ぐらいの感覚らしいんですよ。ああ、だからどん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 今若くなっていってる。確かに10年差が開いてるんです。いや、ほんまにそうやな、うん、昔の VTR とか見て、この頃の演歌歌手の人が30歳とかって、ね、今の自分より年下かとかと思ったら、大御所感とか。そうなんですよ、半端ないもん、ね、そうですよね。だって梅宮さんとかなんてすげえ、もうすごい貫禄があった頃とか、うん、多分40代とかでしょ。そうや。40前半とかで。そうか。見てた頃な。俺ぐらいだ。すげえ人、貫禄あるなと思ってた。多分あれ30後半とか40代。いや、そうなんだ、その時。衝撃受けるよね。どんどん若くなっていってるらしいですよね。うん。